えー、皆さんあのおはようございますえっと本日は新型コロナウイルスのま拡大感染感染拡大というかはいという最中であのまあ今日はやっぱ時期にかなった話関連する話あとで岩田先生に関するお話もちょっと聞けるということであの 若干 pr させていただいたこともありまして、あのたくさんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日は観光鳥が鳴くかと、あのとっても心配しておりました。まあ、そういうこともありまして、昨日あの今日の話の内容で静岡県でのあの昨年のあの100日歴だ。の感染の監視点とかもうやっぱりちょっと。 あのインターネット上で目にされた方がネット中継参加されたりとか、まあ、いろんな反応がいただきました。そうわけで心より感謝を申し上げます。えー、今日はそうわけでえっ、ー、とテーマが成人 VPD と破傷風ということで。えー 午前中、神戸大学附属病院感染症内科准教授、王子剛先生、午後が、えー、感染症内科、海老沢薫先生のお話をお願いしましたが、お昼時に、えー、ちょっとやっぱり普通には聞けないお話が聞けると思いますので、今うご期待でございます。というわけで早速始めていただきましょう。王、え、子、ー、先生でございますが今日あの 87ページにテキストの87ページに、これまでの王子先生の,あのお話しいただいた実績をちょっと数えて掲載させていただきましたが、今日がちょうど20回目でございまして、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 はい、よろしくお願いします。ということであの、まあ、実はそのコロナ騒ぎと全然関係なしに、まあ、ちょっとあの先日、あの山口県でもお話しさせていただいただけではなくて、まあ、ちょっと予防接種絡みのアップデートで特に成人絡みのことを本来話しさせていただこうと思ってあの準備はしてました。まあ、大体はもちろんんそれがメインなんですけど、まあ あのー、ちょっとこんなところはどうかして、まあ、予防接種の保存とかの復習なんですけど、まあ、成人での VPD で抜けているよキャッチアップということでちょっと今日はあの2番、3番メインでお話ししようかなと思いますが、まあ、なんでこんな話になるかというと先ほども静岡県の話があったと思うんですけどあの静岡県であの百日席があの昨年大流行していたのは 静岡県の方ご存知やと思うんですけど、まあ、ちょっとリアルタイムで自分もそれを静岡県の友人から聞いてたんですが実はですね全然ひと事じゃなくてあの大阪兵庫県もあの去年の初めぐらいからですねあのかなり100日時が実は流行してまして、あのー、幸いにして静岡県のようにあのー 新生児の重症症例が出なかかったんですか、まあ、実,は実は自分自身ちょっとあの非常に珍しい経験とかもしたんで後で話しますけどあの多分皆さん思ってらっしゃる以上に、まあ、実はですねぜんそくかなと思うような外装でみんな来られるんですけどまあ交尾漏かぜ息の始まりぐらいかなと思ってるとなんか聞いたら職場でみんな発生してる。 っていう感じでやはりあの皆102席来てたんですね、まあ、そんな感じで、まあ、102席に限らず、まあ、成人で打っときゃよかったっていう予防接種っていうのがあるんで、まあ、ちょっと改めてこんな話をっていうところでちょっと、まあ、これあの近隣でもしておりましたで、まあ、一番初めのとこはこの辺副省なんで、まあ、それほどあのー 長くならない、さらっとなんですけど、まあ、これ、あのワクチンの保存というのは推奨された温度で製造か接種まで保存されるべき、コールドチェーンっていうのは、あのー 言われれるんですけどまあ、これ不適切な保存でワクチンダメになる生物だよっていう話は自分いろんなところで、まあ、こちらも含めてさせていただいてるんですが、まあ、ちょうどあの今、ナイジェリアであのポリオの撲滅キャンペーンしているあの僕と海老沢先生の,あの知り合いの先生がですね、まあ、ちょっといろいろ情報リアルタイムで送ってくれるんですけど、まあ、ちょうどコールドチェーン担当あの大臣みたいな感じのなんか大臣とまで言わないですけど部署の責任者もいて、まあ、それぐらいその やっっぱりあの重視されてるってるですねそれで、あのー、低温も高温もダメなんですけど、まあ、ちなみにあのこれ昔から僕も聞いてるんですけどやっぱり知ってるんですけどやっぱり電源がないアフリカではあのー、ソーラーパネルであのみんな冷蔵庫を回すっていうのが基本にはなってます、えー、と昔日立が作ってたなんかあの山道を登れるソーラーパネル付き小型冷蔵庫ワクチンバックパックっていうのを見たことあるんですけど、まあ、そんな感じでやっぱりあのー きっちりとした環境でワクチンは品質保存しなきゃいけないってことは言うまでもないですね。でまあ、よくあのワインと僕はあの比較して言うんですけどあのワインも低温フリーザーっていうことであの今あの船,船便で運ぶっていうことが結構あるんですけどあの、まあ、いとこが実はあの住友倉庫で昔働いてましてあのよくワイン当たり前ですけどあれ船便で来るんですよねワインが。それであの、まあ、きっちりあの、うん 荷主さんが、ね、怒られるんですごい結構気使って取り扱ってたって言うてました、まあ、それでも船の中で割れたりしてるらしいんですけど、まあ、それであの実際本当にあのワイン以上にデリケートだと思っていただいてですちなみにワインあのクソまずくして思ったらほんまあの夏の直射日光に当ててあの野外に置いてたらすぐあの半日でまずくな,なるんでまああの実験してみてもいいんですけど本当にあのワクチンそれぐらいのもんやと思ってください。で、まあ コールドチェーンの話はそんなことなんですけど、まあ、結局、まあ、これまた氷河すいませんビジーで申し訳ないですけどイメージとして高温に強いワクチンと低温に強いワクチン逆に低温に弱いワクチンと高温に弱いワクチンがあるよということだけ知っておいてもらったらいいかなと思います。 それで大体の傾向として高温に弱いというのは傾向ポリは弱そうですけどこれ日本の添付文書も結構書いてあるんですけど水筒帯状疱疹の生ワクチンまああのシングリックスがちょっとそろそろ打てるようになるんでちょっと今月から打てるようになるんですけど不活化水筒ワクチンを打てるんですけど今、安いなんかを出回っている生の水筒ワクチンでこれやっぱりめちゃくちゃ高温に弱いというのは言われています。 こ水が水そうワクチンです、ね、すいま地がちっちゃくて申し訳ないですけど、あのこの水ぼうワクチンって、溶かして常温で、あのこれ実際、実験された、日本のワクチンで実験されたらしいんですけど、やっぱり常温で溶かして4時間で、なんか、まあ、純粋な力化的には半分ぐらいになるっていうのは、当時の実験で言われてます。 だから調剤したら水筒ワクチンすぐに使わなきゃいけないですし逆にその調剤しない状態でどれぐらい常温保存したらダメかっていうのを実験されてないんですけど多分結構すぐダメになりそうですよねえ実はこれがあのいつも言ってるんですけどあの冷凍したらダメっていうワクチンが結構あの 今日後で話するあのトリビック DTAP っていう、まあ、あの成人も今、小ョにも使える3種混合ワクチンが実は冷凍にめっちゃ弱いとされててこれ、バンコク共通らしいんですよね。いつも冷凍に弱いワクチンなんて冷凍なんてクリニックの冷蔵庫で気にせんでいいわっていう話を皆さんおっしゃるかもしれないけどこれ、すごい僕もいろいろ注意されるんですけど僕が注意されるんですけどあの古い冷蔵庫とか安い冷蔵庫って置く場所によってはめちゃくちゃ温度下がって凍るじゃないですか奥の方凍ってたりするじゃないですか。 あの本当にビジネスホテルの奥の方って凍ってたりするじゃないですかあれがあかんねやって言われて、まあ、そ,そうやなっ <laughs> ておっしゃる通りやなと思うんですけど、まあ、実際あのメーカーもこれかなりあの3種混合ワクチンってそれは結構言ってましてなんかすごく弱いあの実験的にはこれも弱いっていうことが言われてるそうです、まあ、その破傷風成分が入ってる分弱いって覚えてたらいいかなと思いますちなみにだからニューモパックスとか A が高い B が高いあとガーダシルサーバリックス っていうやつとか三種混合という感じで実は冷凍に弱いワクチンってよ日本でよく定期接種に使ってるやつなんですよねだから逆にあの日本でよく使っている定期接種のワクチンで結構凍ったらやばいんやなっていうぐらいに覚えてもらってたらいいと思います<生>はいはい,ういう、ね、あそうですごめんなさい 赤にしてしてててまっみさい。これニューモバックスの方です。それで、あのこっちもあの一応ご、ごめんなさい、一応ある程度強いとされてるんですけど、こっち、あのどっちもやってもらってしまってますね、こっちがあの一応これ、ニューモバックス両方入ってしまって、すみません、これ、ミスプリなんであの、ちょっとある程度、下の方に入ってしまってるんで、これ、あのここ、 さっきスライド作り直したときに消し損ねたんで、この3つ消しといてください。すみません。HAB、HBB、あのニューボバックスですね。ありがとうございます。であのどれも弱い弱い方にしておいてくださいね。ちょっとここ、あの資料間違いです。だから冷凍強いのは黄熱 BCG。あと パピローマもあの種類によって違うということで、一応これ日本で売ってるサーバリックスあれなんで、こっから一応弱いにちょっとしといてもらった方がシンプルなんで、下のサーバリックスも消しといてくださいね。ごめんなさい。でこ,ここの表が一番その分かりやすいんで、このグラフで見ていただいたらいいんですけど、あのこんな感じで、 酸種混合が多分一番よろしくないっていうのとニューモコッカスのがあのどっちも弱いっていうところであの覚えてもらっててもいいと思います実は冷凍してあの保存されても OK っていうのがロタとか黄熱とかなんですよね逆にバリセラもあの冷凍に強いとはされてますえすいません一番これをちょっと… が一番正しい,っていうか WHO から持って消させてもらったんですけど、まあ、こんな感じで見てもらったらいいんで,でパピローマがですねだからまあ一応やっぱりあの冷凍には弱いっていうふうに大雑把に考えておいてもらった方がいいんでさっきの表から下の方もパピローマ抜いておいてもらった方がいいと思います、まあ、多分この表が一番分かりやすいかなと思うんで申し訳ありません 免疫不全の話はちょっと飛ばさせていただきますけど、まあ、簡単に言うと免疫不全の人は生ワクチンを打てないということなんですがこれは CD4 があの200以下の成人 HIV 患者さんとかが化学療法を施行中の患者さんそれとかまあプレドニンで20ミリ14日以上投与しているという患者さんということはやはり高度の免疫不全ということになるので、まあ、ちょっと打ちにくいかなとされます。 それでちょっと今日はの専門的な話になるんであのちょっと細かい移植後の免疫のあの不全の話の患者さんは若干そんな詳しくは突っ込まないんですが何が言いたいかというと軽度の免疫不全やとまあ今生ワクチン打ってもいいかなっていうところになってきてます。えちょっっっとああのこののこスライドっていうか資料を作った時にはまだ 流通が始まってないんであれなんですけどあのシングリックスっていう不活化の水筒ワクチンがちょっと皆さんのところにもしかしたらグラクソから案内がいったかもしれないんですが不活化の水筒ワクチンを打つことになるとここの,あの免疫不全の問題は水筒に関しては全く問題なくなりますただあのシングリックスっても商品名なんですけどあの不活化水筒ワクチンあとでも言いますけど供給がかなり限られてて。 特に免疫の患者さんをていらっしゃるクリニックさんとか病院さんがかなり接種をしたがっていらっしゃるのでかなりあの供給量があのかなりその卸さんを通してもなんか登録制になっていて厳しいことになってますちょうどあの選手登録式のところなんですけど自分も。 予防接種の接種方法はこれはあの副賞なのでもう全然飛ばしていくんですけど筋中皮下虫、皮内注射があるっていうこととまあ、基本的にあの B 型肝炎ワクチンの狂犬病は筋肉注射の方が望ましいかなというところになります。それでこれいつもお話になるんですけどインフルエンザで皮下虫で主張が増大するっていうこととテトラビックあの4種混合ワクチンとか3種混合ワクチンで増大するということはよく知られてますし何か あの正直おそらくクリニックさんによってはあの深く非課中という添付文書がインフルエンザ非課中のみなんですよね深く緊張って書いて深く緊張してあのされているクリニックさんいっぱい知ってるんですけど病院も含めていっぱい知ってるんですけどまああのカルテには非課中って書いていらっしゃいますこれはあでいう副作用が出た時の副作用被害救済機構からの補償が受けれる受けられへん適用外使用の話がちょっと面倒くさくなるんでまあそこにはなると思います。 だからあの三種混合ワクチンも分かって四種混合ワクチンも分かっていらっしゃる小児科の先生は深くヒカチュウっていう感じで売っていらっしゃいます。これはなんでヒカチュウやと晴れるんかって言ったら大雑把に考えていただいたらあのあと でも出てきますけど要するに不活化ワクチンを繰り返し接種して抗体を上げていくわけですよねすでに抗体があるわけですインフルエンザどうやねんって言ったら大体毎年打ってるしみんな感染してますよね抗体あるところに抗体を産生させるものだって当然 あの抗体すごいできて炎症起こるんですけどこれがあの筋肉やったら炎症がそこまで広がらないんですけどやっぱり軟、ね、部組織やとがっと広がるっていうところになってきます3種混合ワクチン子どもの場合も複数回接種するんで1回目はいいんですけどやっぱり2回目3回目となると腫れますよね、まあ、ちなみにこれはあの 緊張適用のワクチンを間違えて非課長にしてしまった場合、例えばあのニューババックスとか特にあのそうなんですけど、ニューババックス正直緊張してもちょっと皮下組織に漏れた成分だけでめちゃくちゃ腫れるんですよね。あれこそまさに肺炎吸気の免疫みんな持ってるからなんですよね。そういうふうに考えてもらったらいいと思います。ニューババックスは本当に1回目から。でもちょっと緊張から漏れるとめちゃくちゃ晴れて、もう本当に腕全部腫れて挙句に引っ掻いて他試験を起こしてくる。患者さんもいらっしゃるぐらいなんでまあ、要するに。あの免疫がある。 ものが漏れるとよりあの副作用が増えるって感じであのもう知っておいてもらってもええかなと思います。生ワクチン接種のタイミングはもうちょっとそろそろあの添付文書は変わるんでこれがますますやりやすくなったんですけど生ワクチン同士は同時に接種するか1ヶ月空けるということでまあこれ以外のタイミングは全部オッケーなんですけど現時点でちょっとまあいろいろあの。 各国で臨床研究とか推奨がずれてきたんですけど最近ちょっと分かってきたのが不活化ワクチンの接種タイミングは昔は結構どうでもいいっていう話やったんですけど、まあ、あの副作用が強くなるっていう意味であのもしあの連続接種でコンジュゲートワクチンからあの肺炎球菌の,あのニューモバックスを打つとなったら8週間受けるこれは副反応が強くなることで、まあ、これは一応 あのアメリカが言い出したんで世界的になんとなくそんな感じになってるんですけど、まあ、実はちょっと最近あの日本でも認可されてるメナクトラの方がもともと7個の肺炎球菌ワクチンとあの同時接種すると肺炎球菌の抗体価がどうも上がってない人おるやんっていうのが一応ちっちゃなあの臨床研究であの出たんで、まあ、これが一応あの今小児用の肺炎球菌ワクチン あの売ってることもあるあの売ってらっし売ってらっしゃる高齢者の方もいらっしゃったりしてまあ、日本でもどっちも認可されている関係上もしあの接種する時にはこれは不活化同士のクセに4週間空けるっていう感じであなってますまたこれあの余談なんですけどあの日本で発売あの未発売のベクセル とかあのあのっていう面 B、B 軍の,あの髄膜炎菌のワクチンに関しては同時でもあの大丈夫やったっていうのがあってもうこれ作り方が同じ髄膜炎菌ワクチンでも全然違うんで、まあ、その絡みかもしれません。でまあ、イギリスだけはもう一つ3種混合とあの髄膜炎菌もそんなにエビデンスないけどあの同時か4週間空けようかっていう推奨は何か出してすます。 どうしてもそのニューモバックスじゃなくて、コンジュケートの方のプレベナの商品名のやつとメナクトラっていうのはまあ,あの膝を取った人に同時摂取で売ったりすることがあったんで、まあ、それもあってまあ、現場的には日本でもちょっと関係してくるかなと思います。まあ、なんかこんな感じですね。えとこれあすいません。イギリスのその話とあのアメリカの家庭医学会がそのなんか開けなきゃいけないっていうのはそのなんか？ 肺炎球菌と髄膜炎菌の同時接種みたいに上がらんかったっていうあのダメなんが上がらなかったっていうこういう絶対悪い証拠があるわけじゃなくて、まあ、ジフテリアの抗体価を見たら同時接種で確認できたからまああのジフテリアはええかもしれんけどまあ他は外そうかっていう感じの緩いあの推奨です筋肉注射の場所とかは型だよっていうことで えっとまあ正直、あの子供のあの筋肉注射の場所に関してはかなりま小児科学会が何とかしようという感じで動いてます。ま、これあの cdc のあれなんですけど、小児科学会もこれ許可を得て引っ張ってきてます。まあ、小児科のあの子供の音ある程度大きい子供やったらこれで問題ないんですけど。まあ一応あの小児の場合は？ やっぱりこれを小児科学会緊急推奨部位ということではっきりホームページに出して出してるんですけど一切筋肉注射する場合はあのやっぱりもう昔日本でやってたのと一緒で1歳未満はだいたい全外側部ということを推奨してますし1歳以上2歳未満ではあの上腕三角筋でいいかなという感じになってますまあ実際小児にあの 筋肉注射の適用が通っていないワクチンがかなり多いんで、今、その適応症の中に筋肉注射を入れる活動を、あの小児科学会が今、ちょうどしているところです。で、まあ、同時接種やったら、まあ、これもう、も小児科学会のウェブサイト見てもらったらいいんですけど、まあ、一般的なことが1番、2番で書いてるんですけど、まあ、これ、大人でもそうなんですけどね、まあ、これ、小児のやつ引っ張ってきて、あの話をするとあれなんですけど、出血傾向のある子ども、 とということになると筋肉内摂取を起こすと筋肉内血腫を作る可能性があります、当たり前ですよね。それで、これに関してはあの大人もそうでバイアスピリンとかいつも話してるんですけど、やっぱりあの他に抗凝固剤を飲んでらっしゃる方はやっぱり血腫を作ることはあるよということは話はしてもいいと思います、あの特に高齢者の入毛バックスに関しては定期接種で来られるんですけど、やっぱり接種してしまうと。 まあ、もちろん摂取するんですけどなんかバイアスピリンとか飲んで話した人めっちゃ多いじゃないですか抗凝固剤もいろいろですねイクザレルドとか、まあ、そこの場合はさすがに肺炎球菌の乳母バックスを皮下注射する勇気は僕ないんで後のクレームもすごい対応したことが多いんでやっぱり血腫作るかもっていう話をし作るよでもこっちだからねということで緊張してます、まあ、大人はここまでで大体いいんですけど子どもの場合はあと進行性骨化性あの繊維形成症というとあの筋肉がどんどんあの 出血したら、あのカルシウムが沈着して、国化してくる、あの千点以上の方いらっしゃって、当然、この方は一番緊張、近畿なんで。もう、それは、あの、ありえないぐらいに、近畿、まあ、三番は絶対近畿だと思ってもらってもいいです。え、しはい。え。あ、あの、基本的には、あの、小児期早めに発症するんで。小児で来られる場合は、国家省は、もう、あの、すでに、何個か国家してきて診断されている。 かった方ばっかりなんでいきなり初めての予防接種ってことはまずないかなと思いますだから出血傾向ある方そうなんですけどじゃああの血液病患者さんどうしてるんかなってことになるとまああのだいたいその検討されたんですけど要するにあの3種混合ワクチンは非課値するとあの副作用が大きいっていうのはそこなんですけどまあ やっぱりあの筋肉内に血腫子供で作りまくったらなんか気まずいんで、まあ、実際になんかあの結構これスペインですけど皮下、まあ、あ注射で腫れるけどやろうやっていう話で <laughs> あのやったスタディはあるんですけど、まあ、一応抗体が上がってるから副作用多くても皮下注射でもまあ いいよっていう話は改めて出されてます。ちなみにあの日本これあのスタディ日本の三種混合ワクチン子どものスタディーでもちゃんとあの副作用多いけど上がるよっていうのはされてるんで、まあだあの日本でもどうしてもあれやったら全然あの皮下注射少量にしても大丈夫です。まあ、妊婦さんは生ワクチン原則禁忌っていうことありますよね。で副作用に関してはちょっとまああの本当飛ばしちゃって ていいんでたま卵タンパク質だけやっぱりあの非常に気をつけてます、一番は黄熱病、黄熱ワクチンとインフルエンザワクチンということがどっちもや特に危険やや危険ということでこの辺はやはり打たないようにしようかなと思っています。チメイロ作用とかゼラチンは結構あの緩いあの副作用って言ったら失礼なんですけどあの卵アレルギーでアナフィラキシーを起こす人に打ってアナフィラキシー誘発したっていうほどひどいものではないんでまあまり普段では一応聞いてはいますけどあの